ントルの笑顔を見<おう> <laughs> <laughs> 入手してるんだろうと思いますけどね受け <laughs> ましたね今あなんか新しい新しい,い、ね、形状がそうこういう今ナウインですねこういうのうこういうふうにこうしておうでお 高さもあれ変えれ、わられますよ。<ー>あ、それで今流行ってるんですか。はい、これであの将棋を指すんですよ。お<ー>、ね、なるほど。またエアホッケーとか。<っ>マルチタッチ。お、エイト対応ですエイト対応ですよ。<ー>あらびっくり。 そこうなるんですねそう当然のごとくそのできるんですけどっそっち側が全部映って顔出し NG の人々の顔が全部見えてしまうというっっっっっさっきクレームが出ましたこれ、将棋さしたりゴーしたり真面目な話で、ね、そういうこともできるし、えー、あとはその、例えばあのみんなでそのこれを囲んで、えー、あの例えばこう。 だって見えちゃうじゃん向こうの人の場合が例えば絵本だとか地図だとか見たり写真を見たりとか普通のディスプレイとしても使えるしいろいろとこれでホッとかねできるわけですえ揃いました機関パーツがタッチのディスプレえそれから一応この間言ってたマザーボードあそのマザーですよね 的なものは決いはいはい他が決まってないみたいなケースなんですかこれケースケースもだから揃ったんですよこれケースこれこれがそうですかそうですよどっから見ても Windows 8にぴったりな PC ケースですけどおとなしく売り出されいや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 これ近くのホームセンターでホームセンターでサイズ分かって w i n d o w 8 8 8 8 8八。8 8あ なるほど。八よ。うわ、すごいですね。そうですよ。ああ、八ですよ、八。植木?。八。八。そう。なるほど。で、ちなみに、これは。八。八。八。だから、最終的には。この八の上を、これが、この八が飛んでるわけですよ。なるほど。八ですか。そうなんですよ。これは、あスズメバチです。 横から見れば分かりますわかります、えー、後ろのお尻系でこれを本当は8匹用意したかったんだけど意外と高かったんで1匹にしましまた <laughs> <で>ここまで来たらもう8お、はい、これはよく分かります中堅 はいはいでですねこれだけではちょっと分かりづらいだろうあれ似てますねなんかムームーとかムームーとか似てるじゃあそれで選んだんですついでにですねちょっとうんこも作ってみましたあそれそうなんですかそうですうんこ何かなと思ったんですけどこれご飯ご飯食べてうんこするちょっと待ってあのね順番変えよう これに関してちょっとっとです w ウィンドウズ8をとにかくインストールしましょうっていう趣旨なんですよ、今回。それでいかにウィンドウズ8の起動が早いかということをお見せしたいと、だからこれ、DSP 版です、SSD で、最初は2発で0度組もうと思ったんですけど、UFI 環境でがっつり。 インストールしたかったんで、とりあえずバラにして、1台1台にして、1台はシステムドライブ、1台はデータドライブ、あとでちゃんとしたマシンにするときに、ドライブ環境をちょっと考えようかなと、やっぱりちゃんとしてないですね、ちゃんとほら、赤くしてあるのが電源スイッチ。 エイスースエイスススはこれが UEFI ほら BIOS とは違うじゃないですかなるほどきれいですねでまあグラフィカルなユーザーインターフェースで非常にわかりやすくわかりやすいですねでこちらの方に外付けの光学ドライブ USB で接続してますでこちらの方からインストールをかけるんですがえとですねブートメニューっていうのがここにあると思うんですよ でこれ F8 じゃないですか。はい、F8 をですねポンと押すとですね。これでですね、パイオナの DVD R/W ってこれですね。このことですね。はい、はい。で、PH、P 一 P 二ってあって、<う>インテルの SSD が二台つながってますよと。なるほど。でここにね注目。U E F I パイオニア DVD R/W ってこれ二つ出てるじゃないですか。はい、要するに U E F I という方からインストールしてほしい。い なるほどそうこれによって WindowsA とか UEFI を認識した状態でインストール行われるなるほど従来の BIOS 経由だと BIOS のマシンだと思ってインストールされちゃうんですなるほどこれポイントになってますおおすっげえ真面目でこれでポコンとへえ言いますねはいこれでこっちからへえんか横に曲がってますねそうですよね でえー、と日本語、日本語、えー、IME、これは特に問題ないので、<に>はい、で今すぐインストールって、<お>これでね、もうちょっとしたらインストールとか、し、まあ、ばらく後でインストールとかって、いろいろあると面白いんだけど、けどセットアップを始めて <laughs> プロダクトキーをで、<お>見ちゃだめだ、これをね、全部熟読する人に会いたいですよね、えー、同意しますよ。 今回はもうゼロからなんで Windows のみをインストールするで全然問題ないわけです<あ>、はい、でこれで、えー、と SSD が2台って形ですか、はい、で、うちの1台これで、うん、このまんま、はい、えいということであの<お>皆さんあのここからちょっとお時間かかりまし<お>ご勘断を、うんはい、でですねこの88はい気持<で>ちい こういうところで出せ良よかったんですねそう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 これこれこれ要するにね世界最小級級なんですけどね世界最小とは言ってないんですけどなるほど世界最小級ブロックというので組み立てキットが売ってるんですよへえこれでちょっとすごいですねこれあのね鉢と名の付くものを探して3000入なかなかなくてですねよしこれだってでこれオスズメバチへえすごいですねおっましたキノコ 8とは全然関係ないああこれもこれはんかキノコはちょっといいなと思ってへえキノコ好きなんですよまずおあいやこれパーソナル設定ですねこれなんか見ましたね前にここですね PC 名はですねちょっとこれはマジで使うもんでえっと「トシ」いつも「トシ」じゃないですかそりゃそうですよ 簡単設定を使っちゃいましょうね<ー>自分で設定する簡単設定ってあるんだけど<ー>、えー、後で多分調整はできるのではい、えー、<お> PC へのサインあ、これがね、ええ、あのー 新しく、要するに紐付けじゃないんですけど、マイクロソフトが提供しているサービスのための,そのアカウントが、昔、例えば MSN だとか、今だと WindowsLive っていう形であると思うんですけど、あれをこう最初からセットアップしようっていう流れになったんですよ、現在はライブアカウントっていう形で投稿されてるはずなんですけど、それをですね、入れるとか、あのほど、高橋見たぞとかっていうメールがいっぱい来ると大変で、ここで今、私が手持ちの、昔、私が使った MSN っていう。 サービスのアカウントをずっと使ってるんですがそれをです今セットアップしてもう少しで完了しますおおおお少しお待ちくださいあらもう来ちゃったもしかしてあれこれがこれが早いじゃないですか早いじゃないですか早いですよもう急に来ましたんでほらやりましたもうもうもうほらどうすんのこれ お、もう突然来られてこっちも逆にちょっと驚いてんだけど、ええ、お、ほらもうやり放題ですやり放題ですよもうウハウハですよねウハウハですよでほら <laughs> 地図ありました<お>地図東京タワー検索してみましょうか <laughs> はいお、うん、これではいはいはいこれが最大ですねお <laughs> えいってやるとスタートお<う>でこれは、ね、あのマウスからでもいけるしあと,、はい、えと例えば、ねえー、と Windows キーを押すとおおタッチだと手を伸ばさなきゃいけない面倒じゃんってなるほど言う必要は全くないでデスクトップにこう。えー でここでですね、はいえー、秋葉原リミテッドエディションを買った人間としては、はいえー、この発売記念パックを忘れてました、えー、入れなくちゃもうどうするんですかそれはどっちでしたっけ、えー、これは窓辺あれです<あ>あの U バージョンですああ U お姉さんのですねお,、はいはあ、お姉さんがちょっとおっとりしてるというねこんにちは窓辺です懐かしいですねいやいや何ていうか懐かしいんですか <laughs> 早く見たい。あらら、おお。これ、ずっといつも、これ。そう、それもう、私はもう、これでいきます。もシステムボイスがありますね。新しいパーツ。何かありますかね。あらら。お、これいいじゃないですか。そうですか。そうすか。立体的で。立体的で。あ、タブレット使ってますよ。w i n うん、女性との。なるほど。これですよ。これ。 2>, の2人,2人今度二人これこの前の夜じゃない夜の前に夜ですよ <laughs> あでもこれ本当にあのマザーフォードのドライバー何も入れないでも平気でいってますねこれねー、うん、コールドブートお<う>ええええ、やらんと<う>それはもう夜も日も明けんだろうとい<う>え、えっと、きますよこれがあの転倒してからですからねお<う>はいこれ,どっちだこれだ <laughs> これ見えますかね大丈夫ですかねいい。 点灯しましたおはい反応しましたね、はい、でまあ UFI が起動しますよね、はいはい、で、はい、もう OK おなるほど早いですね早いっすよ <laughs> これこれ <laughs> これでこれはパスワードは当然、はいええ、ほらもうおう 早いっすね速いっすよ速い、うん、デュアルディスプレイにすると、はい、デスクトップをついに表示してスタート画面スタート画面をついに表示するんですよなるほど、ええ、いいですねいいですよえ<ー>だからもうね Windows8 にしちゃっていいと思います私お<う>正直な話早、はい、いしちなみに八マシンの元のあれはですねこれが寄せ植えに最適っていう1 9リッター,リッターしっかり深型ホン